本日は、ごめんね、あくびしました。はい、本日はジョン・マイ・ラブの東京公演初日でした。イエーイ。もうね、頭にね、血が上ってないんだよ。どうすればいいでしょうか。どうすればいい。一応ジョン・マイ・ラブ東京公演初日終わったって書いておこう。そうなの、頭にね、血が上ってないなっていう感じがする。マジね、ほんとメイクめっちゃ中途半端に落としてんだよ。マジ超中途半端だからね。そう、さすがにね、真っ赤っかでメイクすんのやだなと思って、そう。お、ゴチパンフ手に入れられてよかった。いいな、私まだあのスタッフさんにいただいてないので。でもチラ見した。そうそう、ほう、なるほどと思って。な、おかえりなさい。いやー、でも本当にめっちゃ緊張しました。めっちゃ緊張、でも緊張したっていう、なんて言うんだろうな、難しいな。なんかね、緊張はもちろんしてるんだけど、なんか何とも言えない感じだった、すごく。そう、1から5期じゃなくて1から4期までは持ってて、5期のはまだね、もらってないですね。そう、皆さんの感想をぜひ聞きたい。いや、もう結構書いてくださってる方もいらっしゃるんですけど、初演なのに自然に菊ちゃんだった。ありがとうございます。ありがとうございます。やだやだって言ってた。なんか客観的にさ、自分の芝居を何も感じ取れてないから、もうどんなことしたんだ自分ってなりました。そう、やっぱね、本当にいっぱいいっぱいでどんな風にやってたんだろうとかマジで分かんなくて、もうね、こうだった。めっちゃめっちゃこうでした、本当に。で、
もうキクちゃんだからもう歌う曲も全然違うんだけど、もう本当にお客さんの視線こんなに感じるんだって思って、すっごい刺さった。だからめっちゃね怖かったですねそうなんかね、そのあのおキクちゃんの、まあ、ソロパートの曲があるんですけど、そこでなんかすごい本当にマジでこれまで以上にお客さんの視線すっごい刺さってなんかねすっごいお客さんが見てるって思って、なんか余計緊張した。ほんとね顔引きつってます絶対マジよ顔引きつってる。あーハニージンジャーティー、ほんともうあと2回、ルンキクは2回なんですけども頑張ります。そう私ねこの配信でまあ特に言わなくてもいいのかな、まあ、言わなくてもいいのかな、どうしよう言おうかどうかめっちゃ迷っちゃってる劇場サイズ的にも視線させるぞ、めっちゃ刺さった。言っていい言っていい言っていい どっちがいいいっちゃおうかな。いやなんかこれはね特に全くなんだろう、なんか本当に言葉の通りなんですけど、あの今日あの2期と4期で共演させていただいたタマさん、井上珠美さんが見に行ってくださって初日を、でツイッターで笑っちゃうほど歌がうまい鉄って書いてて、タマさんに歌がうまいって思われるミスター羨ましすぎるぜってなって、私も頑張ろうってなりましたちょっと悔しかったけど、クーってなったけどそうクーってなったんだけどそう頑張ろうって思いましたあ生姜が喉にいいね喉にいいねっつって、そう私はねちょっと勝手に悔しがってましたけどそうそうでもそうなんかねやっぱりそうミスター上手なんですよ、そうそうなんですよ、だから、ね、やっぱタマさんにね、タマさんがね笑っちゃうほどうまいって思うのはねすごいなって思って、大丈夫かな、それで私張り切っちゃいそうで喉枯らさないようにだけしなきゃした。まあ私は私でいつも通り、いつも通りって言って言い方変だけど、私は私で頑張ります、イエイイエイ。あ、生姜がええの、なんかね今日なんだっけな、今日公演前に夕飯食べたんだけど、今日のねあの夕飯チキン南蛮だったのね、すごい美味しかったんだけど、チキン南蛮食べた後なんか食欲がすごい止まんなくなって、そう食欲止まんなくなっちゃって、今止まんなくなったけど
ちょっとイカ食べたぐらいだったんですよ。でまた今ねちょっと食欲が止まんないなって思って、でもねちょっと我慢しよう今日はって思って、なんか別に食べなくてもいい、なんか口寂しいだけって感じで。そうそうそう、まあ明日はね鉄ルン鉄させていただきます。なんか実感湧かない、明日ルン鉄なの実感湧かないんだけど、そう、さえちゃんもルンチク良かったとショールームで言ってました。あら、ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございますって言っちゃった。嬉しい、ちゃいちゃん。シャイちゃん、うれぴーね。遅い時間の声ながら調整がいつもとは違うんだ。まあ、それもあるね。まあ、ちょっとね、朝ごはんじゃないよ。夕飯が早かったんですよ。そうそうそう。喧嘩のシーンで笑いこられるのが大変で意味がよくわかりました。もうねダメ、本当に良くない、明日が怖いもん。喧嘩のシーンがね、明日が一番、明日怖い、喧嘩のシーンが今一番怖いから。そう、あ、明日見に行ってくださる方、イエーイ、明日も頑張るよ。そう、なんかね、まあ普段の AKB の公演の時もちょっと夕飯早めなんですよ。ただやっぱその今日はその夕飯食べた後にめっちゃなんか食欲湧いちゃって、すごくちょっと困ったなって思いながら、まあちょっとイカを少し食べてっていうぐらいだったんですけど、あの劇場の女性スタッフさんと話して、キクの日はお弁当は気持ちで選んで、気分で選んで、鉄の時はあのバランスを考えるっていう方向で決まったんで、明日だけはバランス考えます。キクの時はあんまバランス考えないです。まあ多少ちょっとはね、ちょっとは考えるけどっていうぐらい。そう、どっちにしろこの後ね、のど飴舐めるんで、多分それで口寂しさは紛らわせられるんじゃないかなって。もそれでもどうしてもなんか食べたくなったらね、おつまみのイカ食べます。イエーイ、1429日ありがとうございます。じゃあ今日はちょっと短いんですけど、ここら辺で終わりにさせていただきます。明日はね、まあ午前中どうだろうか、まあ12時ぐらいからかな、全然午前中じゃないんですけど12時ぐらいから配信するかなっていう感じです。まだ決まってないけど、明日は夜じゃなくてちょっと朝の方、朝の方、うーん、午後、まあ、正午から、まあ、12時台かな。あやふやすぎない。12時台から配信始めようかなって思ってるので、もしよかったら、見てくださったら嬉しいです。じゃあ、ランキングを読みます。どこだ ?13 位から。13位、
カラヒさんのひょうたんつじさん、12位アキラ方言営業中さん、11位ミンチアさん、10位ももさん、9位夏目さん、8位 TKHKG さん、7位飯田ひろゆきさん、6位ロミツさん、5位キャパさん、4位カラスのカーコさん、3位玉国さん、2位プレジョンさん、1位がアーティーさんでした。はい、それじゃあ今日も見てくださってありがとうございました。また明日、おやすみなさい。ありがとうございました。おやすみ。